さあ今週もやってまいりました週刊バイク TV。 皆さん、オフロードは奥が深いです。バイクならで何の人生か、私がマヒトです。そして皆さんこんにちは、バイクの楽しさ無限大、岸田亜美です。一緒に、ね、はい、おかしくもなるな。そうですね、もうなんやなかなかバテますね。やっぱりね、普段どんだけいい加減に乗ってるかがバレる、はい、そうですね、まあ、乗車姿勢だったりとかとか、うん、でもさすがオフロードは奥が深いですね。そうですね、はい、でもまあまあ、うん、これをやることによって多分オンロードのスキルがまた上がります。はい、オフロードに急にパッと入ってしまうような瞬間があったとしても慌てないです、うん、そうですね、うん、ほんの少し指導してもらって我々欲が出ました、うん、何欲ですか？山欲です。山欲、ね、なんかもうラスボスみたいにありますけどね、まだあれ入り口ですから。ラスボスへの入り口ですか？ラスボスへの入り口です。いけますかね。 I wish We wish。 Long way over the endless wasteTがやってきたのは福島県いわき市にあるモトスポーツランドしどきです。東京ドームおよそ4つ分の広大な敷地に本格的モトクロスコースと初心者でも安心のミニコース、それに子供から全くバイクに乗ったことのない人が練習できるビギナーコースがあるオフロードコースなんです。今回マヒトさんとアヤミンにオフロードを指導してくれる人はこの人、モトスポーツランドしどきの社長であり元モトクロス国際 A 級ライダーの阿部智弘さんです。今回は名物のモトクロスコースでライティクアップの総仕上げを行います。モトクロス GP コースはおよそ 1.6 キロのコースで、スタート直後から度胸が試される途半、そしてタイトコーナーやジャンプスポットなど盛りだくさん。コース幅も広く初心者から楽しむことができます。また天気が良いと太平洋まで見える景色も楽しめるコースです。2人が使うバイクはアヤミンがホンダ CRF125R、 マヒトさんが CRF150R です。最初にね、一足で行ってみましょうか、はい、うん、これどうなんですか、スタンディングですか、うん、シッティング、いや、シッティングでいいですよ。最初シッティングです。前荷重にするんですけども、はい、うん、なんかリアが空回りしてると進んでないなっていう時はちょっとこう状態を起こしてあげてください、はい、少し起こすね、少し起こすとリアカジになるんで、はい、それリアがトラクションして登っていくのでちょっと難しいですけど、ね、そのバイクの感覚もちゃんと掴みながら、うん、そうですね、うん、アップダウンのちょっと難しいところだからね、はい、私はどれだけレベルアップするのでしょうか。まあ多分いろんなところで聞こえると思うよ、レベルアップの音が。ててててててでしたっけ。どっかでほんであの知恵の実とか見つけるかもしれない。どんなことがあるのやらやら。でも迷わず食べろ。はい、ということでございます。はい、この後冒険の旅に出発です。はい。最初に立ちはだかる壁が、なかなか傾斜があって、で先生曰く真ん中を通りなさいっていうことだったので、まあ、言われた通りで一足で通りました。私ちゃんと後ろじゃなくて前の方に座って、体重は前にして、もうとにかくアクセルを緩めずに登りきれと言われてたので、それを守ってまず登りきりました。上りがあるということは下りがあるなとは思ってたんですけど、
下りがこんなにも急な下りだと思っていなかったので、下るときは後ろに体重を、かけてねって言われてたのを思い出して、なんとか下り坂もクリアすることができました。こう左カーブ、右カーブ、様々出てきたんですけども、実際に先生に教えていただいたことがすごく生きてきて、ちょこっと教えていただいただけでかなりライディングも変わりましたし、ちゃんと言われた通りにやれば本コース走ることができたので、すごく楽しめました。良かったです。まあ相変わらずの起伏ですね。でもそれがちょこっと乗ったことがある人だと、相当楽しめるレアです。上り勾配があり、砂に隠れた輪立ちありね、まあまあ一本目の坂であゆみちゃんがキャー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 言いながらアクセル開けられなくなって、後ろで開けろお前この野郎とか言ったんですけどなかなかこうあそこを登り切るっていう、まず一つ目のブレイブが、大切なところです。アクセルを開ける能力っていうところが必要になってくるところ、そして下りに差し掛かったところになってくると、これがまたねたまらないです。シドキはいきなり見えないところでズバンと下るんですよ。いわゆるまあ男の人だとキュンっていろんな男になります。登った後には何かあるっていう形で走っていけばしどきは問題ないかな。で、冒険してください。できない人はミニコースで練習をして、社会科見学みたいなゆっくりペースでいけば素敵なリング。エキスパートの人は太平洋ジャンプが飛べるぐらいになればすごいな。どこにあるんだろう太平洋ジャンプ、楽しみにしておいてください。下りはスピードが出ちゃうと結構どうしようもないというか、まあ、やっぱ怖いなって気持ちが、はい、そうですよね。下り坂は結局スピードがどんどん乗っていきますからね、はい、だからこう恐怖感が出てきますよね。まあ、その時もまあ難しいんでしょうけど、やっぱりこう冷静さを失わないようにしていただいて、必ずあっと思って前荷重にならないようにして、こう反らして後ろ荷重に、なるべく後ろ荷重にした方がいいですね。リア荷重ですね。リア荷重ですね、はい、リア荷重にしてあげた方がいいと思いますね、はいはい、とのことです、はい、どうですか人さんはどうでしたか。いやいや、いつもよりあやみちゃんがちゃんとしっかりと質問してるのが面白いなと思いました。いやだってあでもね、このオフロードを制するものほらっていう話だったじゃないですか、はい、ロードも制すみたいな。そうです。なのでやっぱここでちゃんと経験しておけば、実際にまたね普通の道路走る時にもすごく生きてくると思ったので、いっぱい質問しました、うんうん、いやでも本当にそうですよね。社長の、はい、こうスキルアップトレーニングちょっと受けて、うんうん、多分オートバイで来ても手ぶらで来れるので、うん、ロードの人がパーッと来て、はい、ウェア着替えて、はいはい、1日過ごして、はい、多分その自分のロードマシンに乗ったら全然路面の感じ方が違います。そうですね、はい、この後どんな感じになるか楽しみです。そうですね、うん、多分クタクタで宿に帰って寝るだけだと思いますまあでもね本当にわずか、時間にしてどれぐらいですかね、トータルで考えて 5,6 時間ってどうじゃないですか。そうですね、 5,6 時間だと思います、はい、その間に、変化した、我々の、感覚ですね、うん、走りは、行動ですので変わりません。でも、感覚が違う、それだけで、事故率が圧倒的に減ります、はい、ね、危険を察知する、そして危険を避ける、回避する、その能力がつくっていうところもオフロードの良いところ、うんうん、そうですね、はいはい、判断力異様ですからね、うん、すごいね。もうやっぱ見ただけですぐこのライン行こうとかってやっぱ分かるんですか。まあ私はもう結局30年以上モトクロスやってますんで、うん、昔はねレースにも参加してたので、はい、やっぱそういう経験もあって、やっぱりもうすぐこう見て、うん、まあ、自分なりには結構分かるかなって感じですけどね、はい、いつかそういう目が養えるといいんですよね。そうですね、はい、鍛えれば感覚は研ぎ澄まされていきます。じゃあぜひオフロード体験したいという人はぜひこちらに来てくださいとお願いします。はい、手ぶらで来ていただいても、ウェアからですね、バイクもいろいろ種類がございますので、まあ、初心者の方から、まあ、中級者の方ですね、までもうそういうラインナップが揃っておりますので、
ぜひとも遊びに来てください。よろしくお願いします、はい。いろんなことの相談はですね、直接しどきの方に問い合わせをしてみるのもありです。メールでも電話でも結構です。こんなことができないか、社長に相談してください。何でもかったなって答えてくれますから、はいはい。ということで、はい、問い合わせ先はこの辺に出ております、ね。皆さんもライテクアップにオフロード、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。元スポーツランドしどきで過ごした翌日、天候はあいにくの雨、二人はいわき市内を走っています。旅の相棒はホンダがラインアップの充実を図っているモデル、キーワードはアドベンチャー。ラリーで培われた DNA を持ち、過酷なオフロード走行にも走り続ける CRF1000L アフリカツインと、日常から冒険まで一台でこなすニューアドベンチャーXADV の2台です。さて、なんとなくこう走っておりますけれど、はい、この辺り、これ左側はもうすぐ海なんですよね。これすごい、あ、すぐ海なんですね。これ建物が、1列あって、そこはもうすでに海なんですけど、なんか私全然海っていう感じがしなかったです。海が見えなくなったのは、うん、まあ、いわゆる巨大な防潮堤が建ったので、まあ、今でもまだ作ってますけどね。そうですね、うん、今ちょうど左手に見えるところにショベルカーがありました。ありました、ありました、うん、ね、ブルドーザーもありました。大きな重機がいっぱい入ってるんですけど、うん、まあ、うちの番組としても5年ぶりにこの辺り走ってるんですけど、はい、なるほど、うん、やっぱまあ、5年俺たちが見てからこう、ね、震災から考えてももう6年、はい、うん、経ってもうまだこれぐらいなんですよ。さて、もう6年ですもんね、震災からね。まだまだ、震災からの復興、はい、終わりましたねにはならない。防潮堤とか大きいものに関しては、うん、まあ、国がやってもらうしかないですけど、はい、うん、もっとね、いろんなところ、うん、先の震災、今まであった災害、自然災害のことで、はい、いろいろ我々は学びながら、うん、それを避けられるような、はい、備えをしておくっていうのは大事なことでしょうね。いわき市の四つ倉から小名浜に下る海沿いの道路、長く続く防潮堤、天候は悪かったのですが、太平洋が静かに迎えてくれました。の対策として、うん、人さんは楽しみながらやった方がいいって言ってましたよね。そうですね、うん、まあ、だからアウトドアやっとけばいいんですよ。キャンプとか、そういうことです、うん、それが一番。備蓄食品とかね、飲み物とかそういったものも、うん、キャンプの時に使ったりすればいいんですよ。買ってちょっと食べてみるとか、うん、そうそうそう、うん、実際食べてみるとどんな感じになるのかなとかっていうのは試してみればいい、うん、なるほど、なるほど。ニコニコしながらみんなで、うん、じゃあ一食これにしてみようねとか、うんうんうん、やってみるのはありでしょうね。あら、なくなったね。なくなったっていうか、防潮堤か、高いのできたね。え、ここはもともと何があったんですか。家ですか。集落ですね、はい、この辺とかが、はい、番組で昔来たとこですね。ここも、はい、これもっと向こうか左の方、防潮堤が今あるところあたりを走ってました、うん、これちょっと内陸の一本中に入った道です、うんうん、ここはじゃあもともと全部お家があったです。もうだからこの辺はみんなこう基礎がむき出しになっていて、はい、でその基礎にお花の絵とかが書いてあって、うん、その瓦礫に花を咲かせましょうっていう、うん、動きをやってる人たちが結構いたエリアだと思いますよ。だからここら辺の人たちはだからこの海と共に暮らすことを選んだ人たちですよね、うん、塩屋崎灯台は美空ひばりさんの乱れ髪のモチーフとなったところ。近くには花碑や永遠のひばり像が立っています。そろそろツーリングの目的地です。マリーンタワー、なんか綺麗。マリーンタワー、聖火台みたいです。うん、本当。
ね、うん、しかもなんかもっと違う色してると思ったら意外と上の部分黒かった。意外とガラス張り。はい、2人がやってきたのは小名浜の岬公園にあるいわきマリンタワーです。およそ60メートルのマリンタワー、展望室は海抜106メートルといわき市内が一望できます。屋上のスカイデッキからは360度の大パノラマを潮風を感じながらエキサイティングな体験ができると案内されています。さてスカイデッキに到着です。いやなんかいろいろですねこうアングルが、うん、なんかアングルがいろいろですよ。不思議な、ちょっとここでもいろいろこうなってるからですね。そう、なんか平行感覚がちょっとよく分かんなくなってきた。そう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 、よく分かんなくなりましたね。あら来ました。あ、足元がすごい。これはすごいっすね。チョウジョウですけど、本当だったらですねこれで、うん、ニューンってこう湾曲した水平線が見えるんですよ。あ、でも今日はちょっとね霧がかかってます、ね、そうですね、はい、まあいい天気ではありますけど、はい、雨が落ちてないだけマシということで。マシトさんどうですか。高いです、はい、そうですね、うん、でもいいですよ、いい景色です。大丈夫ですか。いい景色、はい、いい景色です。真人さんは高所恐怖症らしいですよ。高所恐怖症らしいとか違います。何ですか。高いとこが苦手なだけです。じゃあちょっと覗いてみるよ。これタコいるね、タコ。タコ嫌でね。ちょいちょい、ほんまタコ、イルカ、ペリカン、カメ。お、ほんとだ、あのカメよくなんか、はい、何匹いると思います。何匹いると思います。よく見て、またここにもいますよ。ペンギンもいます。割と平気ですよ。なぜかというと下にこれがあるからです。これがちゃんと見えているので割と平気です。割と平気です。いやこのままズボンとなんかある感じがします。割と全然平気。将来の小名浜港っていうのがありますよね。そうなんですよ。あのね、もともとはあの辺なかったんです。今埋め立てしてるんですけど。ん、あそこですか。あの橋がミューンって伸びてるでしょ、はい、あそこから先のところで今埋め立てしてるんですよ、うん、あそこはなかった。よく来たのが、はい、そこの水族館ですね。水族館、あ、はい、言ってた、はい、ほうほう、まあ、青色っぽいような。そうですね、スケルトンの、ね、ガラス張りのね、はい、あそこで何をしたんですか、はい、あそこで何をしたか何をしたかですか。なんかまたほらいつもの写メとかさ、結構バイトでこう、ああ違います違います。あ、写メとかやったんかっていう話ですが、はい、このチェーンだから、うん、もう何言ってるんですか。その頃にはまだそのチェーンもなかったです。なかった、はい、じゃあまた別のこと、まあ、普通にだからその震災前も楽しましで、うん、あそこはシーラカンスの展示がすごい有名なんですけど、はいはい、アザラシでしたもんね、はい、それのちっちゃい子を鴨川、うん、シーワールドの方に疎開させたりとか、うんうんうん、でまあ帰ってきてまた、みんなの希望の光となって、はい、でこうなんですかね、震災後結構この辺りも観光客がいなくなったんですよ、うんうん、なるほど。でもで、うん、地元の人もそうやってなんか行楽に行くっていうことは忘れてたんですけど、うん、そこが復興したことで、うん、いろんなところの人たちがまたやってきてっていう、うん、水族館って結構そういう、なるほど、うん、復興のシンボルじゃないけど、そうですね、アトラクションとしてはかなり、うん、優秀な形で、はい、人々を楽しませてくれた、うん、心を癒してくれた場所です。小名浜港っていうところをまた中心にさまざまな、うん、ものが復興の形として生まれてこようとしている、うん、でそこの埋め立て地もそういうところの位置づけになっている、はい、そうですね。大パノラマでいわき市内を眺めることのできるいわきマリンタワーは三崎公園にあります。ツーリングのエキサイティングスポットとして行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということでこちらに行ってきました。見えますでしょうか。いわきマリンタワーですですね。ずいぶん縮小されましたけどでもなんかあれでしたね、はい、不思議な感じでしたけど、うん、なんか平行感覚がちょっとあれって思うんですけど、でも綺麗な景色でした、うん、でしたな、うん、でもなんですか、はい、今回は、はい、オフロードでトレーニング。そうですね、最初はオフロードから入って、はい、で今回は市街地を通って、うん、いわきのマリンタワーの方に来ましたけれども、はい、
今日はあの立ち上がりは雨だったでしょ。雨でした。ウェットな路面で走り出して一般道どうでした、市街地とか。そうですね、ウェットな路面でもあの今までとちょっと違って、やっぱり一番グリップしないのはオフロードのコースなので、まあ、それが基準になってくるんですよ。それが基準になって、オフロードに比べるとあのウェットな部分でもやっぱある程度グリップするので、そういった部分でもやっぱ学んだこと、イン・アウトで曲がっていくとか、そういったあの体の使い方を忘れずに乗るとやっぱ全然違いましたね。大丈夫ね、うん、あの本来オートバイは全て出場をよく作ってあります。最新のテクノロジーが投入されて、最新のタイヤが測定されてという形でグリップがされるようにできてるんですけど、それを信用できないのはなぜかというと、自分の感覚が目覚めてないからです。で、目覚めさせた上で乗るとそのスペックがだんだん分かるの。バイクとの仲良くなり加減がさらに親密になる。で、実際乗ってみて、あ、確かに大きい、大きいけどなんとかなる、なんとかなるの幅が広がるんです、うんうん、なんとかなるが結構本当幅が広がって、うん、なんですかね、やっぱりオフロードで練習するのが一番いいんですね。ですね、うん、仲良くいろんなバイクに乗りたいとか、うん、乗りたいバイクがあるんだったらちょっとオフロードで練習をしてみると、またね幅が、乗りたい、まあ、車種とかも広がってくるのかなって思います。あゆみちゃんも感じた、はい、オフロードトレーニング、はい、皆さんちょっとお勧めしてあげてください。はい、シドキで学んだことは本当にあの実際に、普段、バイクに乗るときにもすごく役に立ちますので、ま、道具を持ってなくても実際に全部レンタルできますので、ぜひ皆さんもシドキに遊びに行ってみてください。そして先生もすごく優しいので、どんどん教えてもらってください。よろしくお願いしますということでございまして、本当に3週にわたってオフロードトレーニング、はい、そしてツーリング楽しませていただきました。皆さんもですね、これは僕たちが芸能人だからできる、それじゃないです。みんなができることです。で、みんなが上手になって人に優しい運転、そしてできることなら、こういう海沿いのですね、被災されたエリア、そういうところもですねしっかりと見ていただいて、走っていただけるとまた少しいろんな意味で変わると思います。ぜひともですね、皆さんも、東北遊びに来てくださいね。よろしくお願いしたいかと思います。というところで3週にわたってお送りしました、オフロードトレーニング、これにて閉幕。お相手は私、真人と志田あゆみでした。では皆さん、また来週。バイバイ、オフ楽しいで。